はい、それでは大きな4番に移っていきたいと思います。ここに正方形を書いておきました。で、この問題を読んで、非常に問題文が長いですけれども、まあ、皆さん一度やっているわけで分かっていると思いますけれども、最初に必要なのはこちらの2つの図形だけですね。これは、括弧の3のところで必要になってくるということですので、ちょっと別格扱いですね。で、まずこちらです。で、この問題で注意しなきゃいけないのは正方形だということで、一辺が40というふうに思い込んではいけませんね。対角線の長さが40センチの正方形と書いてありますので、対角線が40センチだということです。そこを、マークしといた方がいいかなと思いますね。さて、まず1の図ですけれども、この図あるいはこの図ですけれども、ここの対角線の交点 O のところから、対角線上を、毎秒1センチの速さで1センチ1センチと、だんだん、ABCD の点がこう動いていくということになりますね。そうすると X 秒後にはこの長さは X になるわけですね。 X センチになります。で、その時 X 秒後のこの面積を出しなさいということですね。で、 X の範囲が0から20になっているのは対角線40センチです。ですから、この半分は20センチまでしかありませんので、そういうこと、範囲が書いてあるということです。はい、そうしましたら、まあ、考え方としては直角二等辺三角形なので、これ1対1対ルート2で、これルート 2x って考えてもいいんですね。あるいは対角線がここ x だとすれば、ここ 2x になりますので、2x×2x÷2 というどちらでもいいですね。まあ、2x×2x÷2 で言っておきます。 y イコール、あ、1番ですね。 y イコール 2x×2x の半分ということで、2x 二乗というのが出てきます。はい、y イコール 2x 二乗というのが一番の答えということです。いかがでしょうか。そして今度は2番、今度は図2ですね。画面の2ですね。こちらの方で言うと、まずこの1番と同じで、最初に、ABCDが動き始めるわけです。1秒間に1センチずつ対角線上動いていくわけですね。で、2秒経った時に、PQRS という別の点がやっぱり正方形の形を維持しながら追いかけていくわけですね。2秒後です。2秒後にスタートします。そうしましたら、ここの、ドーナツ型って言ってはあれですけども、まあ、縁取りですね。ここの部分の面積を求めなさいということになります。さて、で、X というのはあくまでも ABCD が出発してからの時間ですので、ABCD というのは、もう X 秒後の面積はこれそのまま使えますね。 X 秒後の面積はこれです。で、こちらをどういうふうに考えたらいいかということですね。そうするとちょっとここだけ取り出して書きます。ABCD を PQRS が追いかけていくわけですね。で、ここが X だとすると、それよりも
2秒遅れて出発してますから、ここは x-2 ってことになります。ということで、ここは x-2 だとすると2番、この面積は 2x の2乗です。これはスペースがちょっと足りないので別のところに書いてあるんですね。2番ここに引っ越しします。 y イコール 2x 2乗が大きい方の ABCD の面積と、それに対してここですね、ここは x-2 ってことはちょっと計算がややこしくなりますけれども、ここは x-2 の2倍ですね。対角線が x-2 の2倍ということで、引くことの2倍の x-2 です。で、対角線×対角線の2分の1ということになりますので、これの2乗の2分の1ということになります。これをまとめればいいわけですね。と 2x 2乗引く4倍の x-2 の2乗は事情ですね、の2分の1と。はい、右に行きます。 2x 事情を引く、ここは2倍のに変えられますね。2倍の x-2 の2乗と。もう一回右に行きます。 2x 事情を引く、2倍のx 事乗引く 4x 足す4ということになります。下に行きます。 2x 事乗引く 2x 事乗、もう x 事乗消えちゃいますね、足す 8x 引く8ということで、最終的に 8x 引く8だけが残ります。はい、2番の答えは y イコール 8x 引く8とこうなります。いかがでしょうか。 y イコール 8x 引く8、これが2番の答えですね。で、3番は全く別の種類の問題です。3番は周期に関する問題ですね。で、こちらの図になりますね。1番の場所は1秒ついて1秒消えると。2番の場所は、1秒ついた後2秒消えると。ということは、こちらは2秒周期だって分かりますか。ここは1秒足す2秒で3秒周期になります。3番は2秒ついて1秒消えます。ということは、これも3秒周期です。こちらはどうかというと、2秒ついて2秒消えると。ということは、これは4秒周期ということですね。そういう周期の問題です。で、そこに図が書いてありますけれども、1番2番3番4番、最初の1秒間は全部つきます。で、次の1秒間で1は消え、2は消え、だけど3と4はついていると。次の1秒間1だけがついて、あとは消えてます。次の1秒間はこの2つだけついてます。さあ、そうすると、これは1番のところが2秒周期、2番のところが3秒周期、3のところも3秒周期、4のところが4秒周期ということを確認した上で、問題、全部がついているのは、この場合を除いて
その次ですね、その次に全部がついているのはどこでしょうということなんですけれども、これ2秒周期で言ってますので2の倍数のところで一旦終わるんですけれども、これ見て分かる通り、2の倍数この4のところですね、ここでは消えてます。4秒周期だとやっぱり4のところで一体消えてて、つくとすればここでつくわけですね。ここでつくわけです。だからここが4で、ここが5のところ、この1秒間についてるということですね。ここでずれてるので注意してください。それからこっちの3秒周期のやつ、3秒周期のやつは最初の3秒のところでは消えてますね。ここでは消えてます。でそれよりも一つずれた、ここで両方ともついてますね。そのずれに注意してください。さてそうすると1番の問題、2と3と3と4のまず公倍数を考えます。2、3、3、4の公倍数で一番早いやつですから最小公倍数ということになります。これは12ということになります。で先ほど確認しましたように2秒4秒の周期のやつはこの4の時には最小公倍数の4の時には消えてます。3秒周期のやつは3秒のところで消えてます。ですから12秒の時に、まあ、ちょうど全部消えた状態になる。その点を確認しておきます。従いましてここに入る ここが12じゃないですね。一つずれたここが12から13、この間で、全部がついているということになります。この一つのずれに十分注意してください。さてそれではこの問題の括弧の2に行きます。B ですね、 B に行きます。さてそうすると今度は100から100より大きくて101秒までの間でついているのはどれかという問題です。そうするとこの100秒、100っていうのがちょうど2秒の倍数、4秒の倍数になってます。ですからこの前の100っていうところはこれもこれも消えてます。でその100、公倍数の100よりも一つずれたここでは1と4は付いてます。さあ問題はこの2つですね。この2つです。で3秒ということは3の倍数が、99というのがあります。そうすると2と3はここのところ、ここが3の倍数になってますね。この時消えてます。そうすると99から
100のところっていうのはその次です。これはつきますね。両方ともつきます。2と3ですね。2と3両方ともつきます。で、問題になっているのはその次ですね。100から101までです。2の方はつくのは1秒間だけですから、残念ながら2は消えます。それに対して3の方は2秒間ついてますから、ついてます。従いまして、この間でつくのは3と先ほどの1と4、まとめますと1、3、4と、この3つがこの時間帯についているということになります。いかがでしょうか。なかなかパズルチックで難しい問題だったと思います。